9回の表、高松工芸高校の攻撃は、8番、セカンド、後藤君。セカンド、後藤君。高校選手の交代をさせたします。レフトの大西君に代わりまして亀山君、2番レフト亀山君。9番センター井上君。1番サード堀川君。ご覧のように5対2で高松南高校が勝ちました。勝ちました高松南高校の栄誉をたたえ、同校の校歌を演奏し、校旗の掲揚を行います。